新地大瀬崎の空中写真岬の先端にある池が、新地国土交通省国土地理院地図空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成新地奥の林のすぐ裏は海である。大量の鯉が生息しており、餌を与えると集まってくる。餌は、引き手緑井の地神社の配管所や池のそばにある自動販売機で購入可能である。大瀬明神の神池は、 静岡県沼津市、西浦江里、伊豆半島の北西端から北へ突き出した大瀬崎の先端にある最長部の直径がおよそ100メートルほどの池である。伊豆七不思議の一つ。国の天然記念物である白心の樹林に囲まれてはいるものの、海から最も近いところでは、距離が20メートルほど、標高も1メートルほどしかなく、海が荒れた日には、 海水が吹き込むにもかかわらず淡水池であり、鯉や船、ナマズなどの淡水魚が多数生息している。駿河湾を挟んで、北方およそ5 0トルの富士山から伏流水が湧き出ている、などとする説も、ある一方、海水面の上下に従って、水面の高さが変わるとも言われており、なぜ淡水池であるかは明らかにされていない。深域であり、 古くから池を調べたり魚や動植物を取ったりするものにはたたりがあるとされてきた。また実際に池の水が層上に分かれていた場合などに機材や人などが池に入ると取り返しのつかない環境破壊となる恐れが強いこと、透明度が低く池の底の観察が難しいと考えられることなどから今もって詳しい調査はなされておらず、推進すら不明である。 大瀬明神の神池の周りに生える白神なお、引き手緑井の地神社の境内地であるため、拝観時間は日の出から日没までとされ、拝観料が必要である。また魚や動植物の採取は文化財保護法などにより、固く禁じられている。付近には、かつてこの地一帯を支配した、エリ・ス木氏の館、鈴木茂との勘がある。ありがとうございます。